皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンレッツゴー EV やっていきましょう。今日はこのちっちゃいカラカラマスターに向かおうと思います。今までちょっとね、大きいポケモンとしか歩いてなかったので、久しぶりにこのサイズ感。 EV の方が若干尻尾がある感じで大きいのかな。でもカメラのアングルの位置かもしれません。とりあえずマスタートレーナーがいるところに向かおうと思います。確かね、こっちだったと思うんですけど、間違ってたらすいません。違ったかな、山吹から抜けたとこだった記憶があるんですけど、え、ここじゃない、違う、あれ、違ったら探しに行こう。あ、ここじゃない、ここじゃないコイルたちがいるところは確か違った気がしますね。右側かな。タッタッタッタってついてきてるのにこっちだ。あ、いたいた、おじさん。わし、カラカラマスター。究極のカラカラは私が持ってるカラカラですって言いたい。はい、ということで速さとか持ち技とか何にも調整してないんですけど、とりあえず行ってみたいと思います。今レベルが78レベル、結構ね高めになっているので、マスタートレーナーのカラカラよりはレベルは高いはずです。でも雨の補正とか何もやってないので何ともなんですが、うん、8レベル高い。あ、オスの子なんだ、私メスの子ですね。骨コンボ、骨ブーメランと怒り、気合ダメ、気合ダメで、あ、こっちが早い。よし、頑張れ。かわいいちっちゃいですね、骨ブーメランするんだ。あ、でもこれだけぐらいしか入らないんだったら2回でここちょっと辛いかもしれない。これで返します、骨ブーメラン。どこまで行くかな。あ、そんなに入らないかも。防御高いんだ、私多分ね特攻の方が高かった気がするんだよな、この子。ミスしてるかも、選択ミスしてるかも。じゃあコンボ頑張れ。入んない、急所には当たってるのに。これこのままだと普通にやられますね。あー、しかも急所に当たってる。これはなんか違うのしましょう。鳴き声とか入れてきた方が良かったかな。とりあえず確認、斜めで確認します。あ、特攻99しかない。あれ、攻撃もそんなに強くないじゃない。へこなだったっけ。何がいいんだろうな。まあ水草氷しかないんですよね。これこっちがいいな。気合ダメもいいと思ったんだけど、怒り必要？骨ブーメランは一回消しますね。なんかあった気がする。身代わり、あ、穴を掘る。地球投げか、うん。毒毒は入れましょう。アイアンテールちょっと迷いますね。のー、怒り入れたままにしようかな。骨コンボ、うわー、急所に当たりやすくなる。気合ダメを抜こう。怒りの方がいいかもしれないって思ってしまいましたが、大丈夫かな、この選択。はい、次は何がいいかな。炎パンチとかはそんなにですよね。炎系は入れない。地震をしちゃう、カラカラなのに。地震しよう、100だしって言ってた。とりあえず命中100は強いですよね。当たらないっていうことがないので、まあ、どこまで入るかはちょっと分かりませんが、もう吹雪でいいんじゃない。命中悪いけど特殊技、うわ、特攻でもなかったんだよな。
抜群だけど特効なかったですよね。99しかなかったもんな。あー困った。そうか、冷凍ビームっていう手がある。入れておきますか。特効ないけど抜群でちょっと頑張れるかもしれない。これ入れとこう。怒りも消してしまった。いいのか、これで大丈夫なのかな。じゃあもうこれ決まりました。決めた。行ってみよう。勝てなかったらまた考えます。はい、タイプ1で入れてきてるのはいいことなような気もするんですけど、タイプ技だから地震よりかは、ね、氷技の方がまあ特効なんですけどね。速さはこっちがあったんで6毒で先手にして、でも守ります。そうしよう、守る氷技守る2回だけにして、骨ブーメラン2回だけで、さっきよりかはまあ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 大丈夫なんじゃないかなっていうぐらいにしかなっていないですね。どうしようかな、守ります。冷凍ビームはその後使おう。特にあの防御上げてきたわけじゃないんですけど、まあしょうがないですよね。他に何持ってるのかわからないのが怖い、怖いな。冷凍ビーム頑張って。99だったけど、うわー入れてきてよかった。なんだ、冷凍ビームじゃん。最初から使えばよかったですね、冷凍ビーム。あれ、でも相手も持ってたのかな。やっぱ抜群技すごい。カラカラマスターになれました。はい、嬉しい、ありがとう。ちょっかい出してきた。かまってあげますか。はい遊べて嬉しそう、私もです。動画の最後になってしまったんですが、今年発売のポケモン新作ソードシールドの新情報が公開になっているので、そちらのお話を少ししたいと思います。もうすでにご存知の方もいるかと思うんですけど、10月4日夜の22時から翌日5日の夜の22時までの24時間限定で YouTube のポケモン公式チャンネルでライブカメラの映像が流れます。場所はですね、ガラル地方の奥深くにある不思議な森、ルミナスメルズっていう森の映像になるんですが、ここでですね、その森に暮らすポケモンの生態を観察することができるそうです。で、24時間限定にはなるんですが、こちらポケモン調査の依頼っていうことで、ソニアさん、新作で出てくるマグノリア博士、ポケモン博士のマグノリア博士のお孫さんの女の子のソニアちゃんからの依頼がかかっておりました。で、ポケットモンスターソードシールドだと、まあ、新ポケモンがこれが出るっていうのをね、何体か発表になっていたりするんですけど、多分今回のこのポケモンライブカメラの中の映像で新しく、あ、このポケモンもいるんだっていうポケモンが発見できるんじゃないかなと思うので、私も楽しみです。で、このポケモン見たよっていうのをツイッターとかでね、あのツイートしてっていうのもお願い事でホームページには載っていたんですけど、ポケモンのライブカメラで24時間、長いですよね。で、いつの時間帯があるかって私ちょっと考えたんですけど、昼間と夜ともしかしたら出てくるポケモン違うんじゃないかなとか、いろいろ考えると、見れる時にパッて見て、あ、このポケモンいたっていうのを発見するの楽しみですよね。で、ガラル地方のポケモンで、まあガラル地方にしかいないリージョンフォームのポケモンも何体かいるので、もしかしたらいるかもしれないなと思って楽しみにしてます。一番楽しみなのはこちらの煙突がね、すごく気になっているので、見れたらいいなと思います。動いてる映像すごく楽しみですよね。はい、ということで今回はこんな話をしながら終わっていこうと思います。次はカラカラをガラガラに進化させて、ガラガラマスターも頑張りたいので、もうちょっとレベル上げたいなと思います。
この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!